Tengar presents Midnight World Cafe. Tenga Chaya. Tenga presents Midnight World Cafe. Tenga Chaya. どうもこんばんは、剣道小林です。今週もね、マナちゃんが先週に引き続きちょっと体調不良でね、お休みということで、ちょっとね陰毛の方を食べ過ぎまして体調崩されたということなんですけども、これねマナちゃんがいる時に喋ろうかなって思ってたことがあって、でもなんかちょっと喋りにくいなっていうことでもあって、いなきゃいないで喋りやすいけども、まあアンサーもないし、俺が勝手に予想してるとこもただただ結構ある話なんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあマナちゃん結構チェックしたりしてくれるんでね、ちょっと話しとこうかなと思うんですけど、動画サイト見てた、よく最近切り抜きと言ったらいいの、なんか短い動画みたいなのが出てきて、そこに急にマナちゃんの顔があったから、あ、なんやろ思ってね見てみたら、なんかちょっと、まあ、マナちゃんが語ってるとこだけが切り取られてて、誰と喋ってるかとかもよくわからない動画やったんですけど、なんかの番組かなんかで喋ってるやつではあるんですけど、そこでマナちゃんがね、そのあるこう後輩女優、セクシー女優の方、苦言じゃない、いや苦言じゃないのよ、絶賛してるあれなんですけども、非常に複雑な感情が見て取れるすごく興味深い動画で何々ちゃんって最近出てきたじゃないですか、で、あんなにその男性から受けるルックスとかスタイルで、この先何か不安とか不満とかあるのかなとか思っちゃいますっていうね、本当に単純にこの後輩の絶賛と、こう、あとまあ嫉妬ももちろんあるな、嫉妬もあるゆえで、なんていうんですか、これがかなり複雑な感情なんですけど、俺が勝手に見て取れたことなんですけど、お前持って生まれたもんで勝負してるだけでよかったなみたいなこっちはこっちでな、いろいろ考えたり経験値でも戦ってんねんというプライドもね垣間見える非常に興味深いショート動画なんですね。でもその子のことを早速チェックしてみたんですよ。めちゃくちゃ良かったですこの番組は妄想キャラで土曜日深夜キッチンの世界でございます。山田ちゃん、ありがとう。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャイヤ、この番組はテンガの提供でお送りします。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャ、改めまして剣道小林です。そしてツートライブ高森と周平魂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、マナちゃんもね、先ほども言いましたけど、はい、今週もお休みということで、はい、いやー、マナちゃん一番悔しいんじゃないですか今の、はい、私を聞くめちゃくちゃ良かった、いや、たまたま見た作品が良かった可能性もあるけどね、ずいぶんこの格闘技寄りじゃなくて喧嘩寄りのファイトすんねんなこの子はみたいな、はい、でもちろん男性を魅了するこのプロポーションというか、そういうのもそうね、はいはい、持って生まれたもの自体もいいっていう、持って生まれたもんだけで勝負してんのやろお前はっていうそんなん思ってないでしょ、そんなんまず言うてない、はい、言うてない、全然言うてない、全然言うてないですよね、ただただすごい逸材がいるっていう、まあ議題もわからないんですよ、はい、本当に切り取られた、そうですよね、動画やったんで、はい、短い、マナ、ま、ちゃんがアップで映ってるみたいな、そう、はいはい、わざとこの、そうですね、画角も切り取ってるぐらい、画角切り取って、まあ、でもそれだけでそんな汲み取りますか、で組み取れんねん、ほんまその動画。ちょっと複雑な感情が入り乱れてるような。複雑やな、これ。まあ、女性って結構多いですもんね、その、めっちゃ褒めてる時って、なんか、ポロッという。ばあちゃんがいる前で言うて、反論を待った方が正しかってんけど、はい、下手すりゃ、この、なんちゅうの、クリティカルヒットで、黙りこくるかな、はい、一番、その図星パターンが一番怖いですもんね。めっちゃ怖いですね。まあ、だから喋るなら今日しかないなと思って。これ聞いた上で。聞いた上で、咀嚼して。2週間考えてのアンサーが欲しいんだよ、確かに確かに。黙りこくったらもうアウトですよ。それはもうアウトっすもんね。ただ今度、今後まあおそらく続けて何作品か私見ることになりそうなんで、ちょっと名前を明かさないでおきます。わ、知りたい、知りたいっすね、知りたいわ、名前を明かさないでおきます。そうですね、
でもその動画をどうやって、そのマナちゃんが喋ってる、切り取られた動画も探しようないですもんね。そうね、バンバン流れてくるやろ。そうやな、ね、な。うん、次々消費されていく恐ろしい世の中ですね、本当に。そうですね。マナちゃんが覚えてるかどうかもわからへんもんな、これ。確かに。そんなこと言ったっけな。いつの段階で喋ったのかもわからへんし。はいはいはい。本当に、誤解してほしくないのは、マナちゃんはただただ絶賛してるんだよ、その子。そこは誤解ないよ。ほんとすごいんですよ、はい。こんな大型新人出てきました、みたいな、当時の言い方。はい。ただただの。おそらく数ヶ月前なのか、はい、ぐらいの、はい。もしかしたら1年ぐらい前なのか。はい。え、小林さんにはどう映ったんでしたっけ？俺には、はい、いや、お前な、持って生まれたもんだけど勝負してるだけやったね。いやいやいや、むちゃくちゃし、時間が、勝敗つけてくれるわ。こっちはな、経験値とか、はい、いろいろ、考えた戦い方して、やってんの、うん、直接戦ってくれよ、俺と、うん。いつでもやったんぞ、お前、みたいな。そんなことは言うてないでしょ、これ。言うてない。言うてないですね。うん、言うてないけど。一切言うてない。はい。けど、小林さん。俺にはそう聞こえた。こっちは小説書いて、ニュースもやって、うん、そう。いろいろ厚み持たして人間としてのね。はいはい、うん。小林さんでもそっちに専念したらどうですかという声もあるけど、いやいや、私はエロやだから、そのプライドは捨てないですよ。っていうので作品も出続ける。はい、やれるんか、お前。上がってこいやと。言うてないっすからね。そもそも勝負してる土俵違うからな。お前が上がってこいや。そんな言うてるわけないですよ。そんなショートな間に。下だけだ、いつもやったんぞ、お前。なんで俺が降りていかなあかんねん、お前のとこに。いやいや、俺言うてるだけやけどな、多分。単純にね。単純に褒めてるだけやけど、小林さんの目にはそう映った。映った。俺にはね。やれるもんならやってみろ。俺はちょっと小林さんの目がちょっと俺のプロレス脳がそうしたのかもしれんけど、プロレス大好き脳が。今僕、だってその映像、マナちゃん完全マイク持って、その後投げつけてますもんね。やってこいや。勝負してくれ。アンサー待ちしてるもん。そう、だから、ほんまに直接本人に今日聞こうかなと思ったんやけど、正解かどうかもわからへんのよ、だから。ほんまにクリティカル人が怖かっただけで。本人覚えてないぐらいかもしれない。ああ、そうですね、そういうの。なんか、はい、そういう議題で喋ったことありますね。はい、最近の、新地ですごい子いますかみたいな、なんか聞かれて、ぐらいのことかもしれんし。はいはいはい。でもこれがクリティカルヒットやった場合、まなちゃん家で深夜に一人でこれを聞いて。テンとなるクリティカルヒットもちょっと、これでまた次休んだらクリティカルヒット決まりすぎたっていう。次休んだらやばいね。次休んだらクリティカルヒット決まりすぎたっていう。あ、でも確かにマナちゃんって結構そうやって後輩ね、こう、いいように言いますからね、絶対に。はい。そうやね。いや、まあ大体の人そうやん。俺ぐらいやん、後輩のことボロカス言って。そうですね、千里とツートライブを。千里とツートライブはもうボロカスに言うてる。なんで言うんですか、そんな。アインシュタインさんのこともボロカスは言うてる。ボロカス言うてる。そうですね。だからそこは。よく河合さんには怒られましたよ。兄さんお前ええ加減しようぜと。いやでも確かに、まあ、ゆずるさんとかに、いや、もう僕らほんま、リスナーさんにももう、小林さんにももう、バンバン行かれてますよ、みたいな。いや、俺らもそうや、みたいな。ずっと言われてましたんで、え、アインシュタインさんもですかみたいな言ったら。もう俺らなんかほんまもうゴミみたいなもんや、みたいな。ちょっとカッコつけてるよ。いや、そう、なんかちょっとカッコつけて。まあ明らかに言い過ぎではあるけどね。ゴミみたいなもん。言うてました。いやー、まなちゃんのね、アンサーソングを、来週聞けたらいいですけどね。聞けたらよかいいってことですね。そうですね。聞けんかったらやばいってことですね。はい。もう何もなかったかのようにしたら、それが一番やばい。一番やばいな。よくないな。言ってももう、何ですか？何の話ですかって。覚えてないですね。まあ、黒目ちっちゃなって。まあでも、それもあるかもしれんもんな。本番に覚えてないっていう話ですね。もうそんなに。ああいうショート動画って怖いよ、だから。前後なしやから。うん。そう。うん。小学校の時って、小林さん、うんこする恥ずかしかったですか？あ、俺は全然。全然ですか？うん、はい、僕は。切り開いたよ。はい。うんこしに行くっていうので笑い取って、うわ、強い。うんこ界に平和を、はい、もたらした。ヒーロー、はい。うん、僕には、うん。もっと感謝されてもいいと思う。そうですよね。うん、僕にはそのうんこ界を切り開いてくれたヒロインがいたんですよ。お僕の小学校の時に。うん、小学校2年生の時の話なんですけど、うん、やっぱ2年生の時はまだみんな誰もうんこいけへんような状態だったんですよね。でもある日僕はその一つのシーンを見て女子の子やったんですけど、うん、そのうんこの会を切り開くことができたんですけど、うん、掃除の時間に
グラウンドで僕はまだちょっと遊んでたんですよ。で、その西原さんっていう同じクラスの女の子が、上の学年の4年生ぐらいの男の子と揉めてたんですよ、うん、なんかあだ名でケチつけられてみたいな、うん、でその西原、まあ、あるわな小学校の時、そうなんですよ。で西原さんって子は僕らのクラスの中ではもう静かな子やったんですよ、うん、しっかり社交みたいなイメージあったんですよね。やることやってみたいな。ちょっと初めてその子がもう目が鋭くなってわーっと言い返してる瞬間を見たんですよ、うん、あお前らここで待っとけよって言ったんですよ。ほんでそのまま校舎に入っていったんですよ、うん、なんやこれなんやこれと思ってはったら、その西原さんが右手にビニール袋をかぶせた状態で走って出てきたんですよ、うん、ほんでその後びっくりしたんですけど、うん、うんこ投げたんですよ、うん、西原さん、うん、その上級生に、うん、なんやーってなってその上級生が退散していったんですよ、うん、西原さんむっちゃ腹立ったから、うん、自分で校舎の中でトイレ行って、うん、うんこしてビニール袋で手かぶして、うん、うんこ自分のうんこ握って、うん、その上級生のとこに投げに行ったんですよ、うん、次の日から僕ももう楽にうんこ行けるようになりました。風が吹いている、そんなん見て、それは衝撃。衝撃です。いや、衝撃。寂しそうに笑うなよ。じゃ、この。いやー、それ衝撃よ。衝撃やな、それ。はい。うん、衝撃のお笑い。衝撃のお笑いです。いや、お笑いじゃない、ほんまに衝撃の話やな、それは。でも、すごい、うん。ほんまびっくりしたっすね。うん、あれ中英魂の、うん、これ、風が吹いてるっていうのがあれだから、うん、その、物申すみたいな。うん。で、ちょっと時もあるよ。でね、これ風が吹いてるっていう趣旨がやっぱこうなんか笑いみたいになってるから、うん、こう、まあ、まあ基本は笑い欲しいけどね、やっぱり。そう、まあね、うん、コーナー変えるかこれ。いや、ちょっとノルバさん、まだちょっと、いや周平魂の、はい、うん、俺のこと親戚のちっちゃい子は思てへんか。ああ、それいいかもしれないですね。ちょっと悔しいな。悔しいか。はい、ちっちゃい親戚の子やと思てへんかに甘んじてしまうのは、なるほど、はい、はい、ちょっとダメかなって思いますね。さすが、はい、男気一本でやってますんで、うん、でカニの嘘ついて、カニの嘘ついて、カニ嘘は OK、 カニ嘘、男気4本にして、カニ嘘のコーナーにする。カニ嘘のコーナーやったらもう地獄ですよ、もう。みたいな、全部カニの嘘つく。いや、そのカニ、そのめ、どんな、めっちゃムズになってきますよそれ最後。いや、もういいやん。俺そのうんこ、ストーレビューズ話して、それ、あの、カニも見てたんですよ。とか、そのうんこ投げたんが、そのバーンと飛んでいったんですけど、ちゃんと途中で落ちて、ってフォークやったんですよ。その手がカニみたいになってました、とか。うん、うん。みたいなんすか。まあ、そんな来らん方が面白いです。ああ、そうなんですね。うん、で、家帰ったら、晩飯カニやったんですよ。それはちょっと面白いかもね。それは面白い。ラストカニのコーナー。カニが吹いてる。カニが吹いてる。カニが吹いてる。どうなんかな。いや、それはね、僕からしたら、うん、そのバラエティ要素としては、うん、すごいありがたいんですけど、うん、だから風が吹いてるプラスカニみたいな。うん、ちょっと来週だけやってみたら。カニで。そうですね、うん、お試しで。カニのコーナー。カニのコーナー。最後に、最後にカニ、カニっていうコーナー。ああ、なるほど。いや、正直これどう出てくるかってことですか。いや、これね、最後のカニはすごいありがたいんですけど、やらせてもらっていいですか、じゃあ。うん、でも、来週ね。でもその最後にカニってことは。結局お前の作業は一緒やで。そうですね。そうですね。その、ちゃんとお茶で喋ってから最後カニ。最後にカニをつけるって。これはちょっと乗っからしていただいていいですか。お前、どないやで。いや、これはちょっと乗っかり、これはちょっと僕。さっきと180度よく変わってる。違う。目線を小葉さんに変えてもらっての、それはや、シャバすぎるっていう。何ですか、目線を小葉さん。めちゃくちゃ目線変えてるやん、これ最後にカニなんて。いや、最後の、いや、風が吹いてる、フューチャリング最後にカニみたいな感じにしてほしいんですよ。風が吹いてるで一遍勝負出たいんですよ。めっちゃ喋るやん。ほんで、一遍勝負出させてもらった後に。いや、そう言うてるやん、だから。そんな風が吹いているなんて言葉もう使えないですよ。そうなる。うーわー、そうなるんか。カニのコーナー。ラストカニのコーナー。ラストカニのコーナー。でも、やる作業は一緒ってことですね。そうそうそう。そういうトークをして。昔の思い出とか最近思ったことを言うて、はい、最後、カニが。なんか知らんけど、カニおったんですよ。だから男気一本で、最後カニで行かしてもらいます。男気一本で最後カニ、あ、男気一本というか、その男気一本の中のうちの一つとして、そのカニの方を選ばせてもらっていいですか。いや、
まあそこに男気はないよもう。あ、まあめっちゃないっすね。最後カニで落とす、最後カニで落とすは男気ないっすけど、ちょっとそれはちょっと、でも実験的に、もうそこまで言うとこか、はい、最後カニで落とすコーナーっていう。ああ、うん、でもまあその目線をやっぱ小馬さんにしてハードルを下げてもらうよりはカニで勝負させてもらった方がまだ、カニ全然勝負してへんやん。めちゃくちゃ楽やんけ、うん、でもまあやるとでしょ。でもこれ受けるか滑るか分からないしね、うん、はい、試合の出し方とかもそういうの多分カニの出し方下手やったら怒るで俺。これトーンとかも絶対あるやろうし、うん、はい、これは怒るで。お前ここまでお膳立てという言葉や、まさにカニ料理という、うわうまっ。うん、お膳ひっくり返したら俺怒るぞ。これは相当怒りますよ、うん、多分これ小馬さん、うん、はい、ならそれ自身をカニで落とすと、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではここで天賀さんからのお知らせです。いつも天賀をご愛用いただいている皆様、今年もこの季節がやってまいりました。うん、ああ秋冬の必需品、うん、ホット天賀が発売されました。おお、いいですね。そんな季節か。そんな季節ですね。急に寒いもんね。そうですね、うん。東京がめっちゃ下がったんですよね。めっちゃ下がった。あ、もう、ちょっとね、うん、秋の格好できないぐらい寒い。なったらしいのよ。うん、大阪はそんなやったけど。大阪まだ、うん、まだちょっと夏の。東京が急に寒くなって。うん、昼はまだ暑いもんね。暑いもんね。あ、昼暑いんや。暑いんですよ。まだ暑いです。ややこしい天気で。はい、天賀独自の開発の発熱システム、クイック。クウォーマーによっていつでもどこでもスチーム加熱が可能に、うん、たった4分で、適温へと上昇し、あったかオナニーを手軽に楽しむことができます、うん、今年はオリジナル使い捨て回路をプレゼントするキャンペーンも開催中。これからの肌寒い季節にぜひあったか天賀でお楽しみくださいということでございます。あったか天賀、これはありがたいですね。ありがたい、はい、ぜひホームページ見てください。はい、はい、じゃあここで一曲お届けしましょう、はい、10月21日明かりの日なんですね。1879年の10月21日、エジソンが日本京都産の竹を使って白熱電球を完成させた。エジソンのいい話したいな。エジソンのいい話したいな。エジソンのいい話したい。どう？あの、エジソンって。おぉ、マンゴー、お前、切り込んできたな。はい、これはちょっとフォワード的な。あんま切り込むこといないですよね。ここで。でも、やらしい。日本に欲しいフォワードみたいな動きしてきたから。エゴ全開であるべきやからな、フォワードは。はいはいはい、はい。あの、エジソンね、あの、小学校に。生きて喋るとは言ってへんねん、別に。あの、エジソンね。エゴを持てとは言ったけど、わかりました、謙虚に、うん、エジソンがまあ小学校とか通うってなって、うん、で帰ってきて、でカバンに手紙が入れられてたんですよね、うん、でお母さんこれ先生からって言ってお母さんにバッと渡したと、うん、でお母さんがうわすごいこと書いてるって、うん、あなたは天才です、うん、天才すぎるんで、うん、この子を言ったら学校で教えれる先生がいませんと、うん、天才すぎて、うん、もっと他のところに行って勉強した方がいいですって、でお母さんがあなたが先生になって教えてあげてくださいって書いてます、うん、でそれでエジソンに伝えて、うん、でそっから毎日図書館で、はい、あの2人で勉強するようになって、うんうん、でその言った成功体験がもうエジソン自分天才やからってことで、うん、ずっと勉強して言ったら、まあ、ああいう人物になっていくんですけど、うん、お母さんが亡くなった時に、委員整理みたいなのをしてた時に、うん、机の中から手紙が出てきたんですよ、うん。それが当時の手紙だったんですね、うん、そこに書いてたのが、あなたは知能的に問題がある子です、この子は。なるほど。なので、うちの学校ではもう教えることができません。うん、お母さんが親、先生になって、あなたが教えてくださいって言ったのを、お母さんがとっさに、それをそういうふうに伝えたんですよ。なるほど。それによって、エジソンは、ああいう成果を生み出したっていう、その言い方次第で。そうね。これはちょっと僕もなんか、涙が出てきたというか、感動した話ですね。はい。いや、俺もその話のとっちらかって、はい、その、下手くそやなっていうのをリバウンド王と言い換えてんけどな。なるほど、うん、いや久しぶりはほんまはダメな子なのに、うん、それをちょっと異常にそうリバウンド王と言い換えてそれを勘違いした方が言ってほしかったんですよね、うん、もう綺麗にリバウンド王っていうのを忘れとってカニとかめっちゃいろいろ増えてますねリバウンド王とかカニとか桜木花道とかなんかわけわからなくなってきましたねもうむちゃくちゃなってるやんもうカニは絶対風吹かさへんもんなカニ動いても風起きひんもん。風起きないですね。一番低いとこ。微風もね、吹かないですね。低いとこ行くからな、カニは。カニ自体にも風当たってないですもんね。そうやな。低すぎて。低すぎて、はい。伝えてくれたんですね、だから、おばさんは。愛で。おばさんとかエジソンのお母さんみたいな。そうそうそう。そういう伝え方。僕のお父さんみたいな。伝え方してくれたよね、リバウンド。僕のお父さんってことやな。
バカやもん。頭おかしなってんの。バカやもん。はい、すいません、すいません。いえいえ、素晴らしい話、ありがとうございます。はい、さあ、それでここで一曲お届けしましょう。はい。ね。その、エジソンの白熱電気を完成させた日ということで、はい、明かりにまつわる曲をお送りします。はい。まずはこのナンバー、桑名正宏で月の明かり。テンガプレゼンツ。ミッドナイトワールドカフェ。テンガチャヤ。君、危機管理甘いねん。おお、やっぱり久々やね、これ。こんな激しいですね。さあ、このコーナーでは天ヶ茶屋リスナーの危機管理を僕高則が判断します。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ヶ茶屋オリジナルステッカー付き、男性向け天ヶ、女性向けいろはいろはプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。さあ、久々ということで、僕が、危機管理を切っていきたいと思います。はい、はいはい。まずは広島県のシャオロンさんからです。君、危機管理甘いねん。私は洗ってないチンコにフェラチをするとき、無意識に口呼吸オンリーになっています。というのも、昔何も考えずに加えたらあまりの匂いにえずいてしまって相手を傷つけてしまったことがあり、それから極力えずかないようにと口呼吸するようになりました。しかし、いくつか問題が。フェラチをしているとき息が吸えないこと、そして途中で話しかけられた時にめちゃくちゃ鼻声に なってしまってバレちゃうことです。これはやはり私の危機管理がまだまだ甘いということでしょうか。まあ、難しいのは、まず僕がフェラチ を経験したことがないということがまずあれなんですけど、危機管理、まあ、ええどういうこと。いや、これをね、フェラチをしたことがないじゃないですか、僕はね。ないんや、お前。ないんだ。いや、まあまあまあ、ある人もいる。しょうもない人生送ってるな。いや、確かにね、そういうな、こうお店とかでそういう経験をしたことがある人もね、いるとは思うんですけど、厚みがないわ、人としての。うわ、厚み出るんすか、やっぱり。出るやろ、そら。これね、僕ないんですよ、正直。一回はやってみたいって思ったことはあるんすけど、その行動出なかったんで、そこがまあね、僕の危機管理の甘さかなとは。まず考えるより体先動くぐらいならな、そんな。いや、それ小林さんはだからあるっていうことですか。そこはミステリーゾーンや。ああ、ミステリーゾーンですか。僕はどういう状態。僕は正直これないっていうのがまず厚み出さなあかんぞ。そうですね、これで一回これ自分が経験してるだけで、だけで、はい、うん、お前危機管理甘いぞって言いますからね、うん。だからまずここはね、僕もちょっと正直、申し訳ないなと思いながらこれ考えました、これ、うん、結構でも深く考えました、どうしたらいいんかなっていうのは、うんうん、深く考えた上で僕がちょっと思ったのは、まあ危機管理、まあまだ甘いんかなと思った点で言うと、うん、僕やったらですよ、まあいろいろ考えました、正直ね。もうウェットティッシュで拭いてまうとか、うん、そういうの考えたんですけど、まあそれを傷つけるとね思う人もいるでしょうし、うんうん、もう一気にこれもう慣れさすしかないかなと思って、もう一気に最初にもう匂っちゃうと。で、匂いっていうのは慣れるんで、うん、これ僕、ね、あの、韓国のなんか一番、世界で一番臭い料理みたいなんで、フォンオヘかなんかっていう、サメのなんかヒレみたいなのをこう腐らしたみたいな料理があるんですよね。めっちゃ臭かったんですけど、1時間ぐらいまあその目の前にあって、もう匂い続けてたら、ちょっと慣れたんですよ。確かに匂いは慣れるよね。うん、そうなんですよね、うん。だからもう最初にもう吸い込んでしまって、慣れるしかないかなと。あの、逆に僕、あの、その、ちょっと匂いがする女性の方の君には、僕はもちろん経験はあります。うん。そんで、その時にもう、やけくそになって、もう匂いじゃったんですよ。匂いまくって。匂いじゃった。匂がしていただいて、うん、それでもう、あの、麻痺させたんで、そういう経験があるんで、うん、こちらの方もそうしたらよかったんじゃないかなっていうのは、うん、僕は思うんで、危機管理この人甘いんちゃうかなっていう。確かに、非常に強い匂いした女性もいるもんね。うん、はい、います、これは。俺も舐めてブラックアウトしたことあるから。そんなことブラックアウトするな。小林さん、セックス中にブラックアウトしすぎですよ。いや、ブラックアウトしたらダメですよ。ブラックアウトまでしたらもうバレますやんか。傷つけるどころじゃなくないですか、もうブラックアウト。気絶してるってことでしょ、ブラックアウト。じゃあ寝ちゃったのね、可愛いみたいになったよ。君に中にっすか。そっちの方向ですか。いや、君に中に寝ちゃったので可愛いってなりますかね、これ。だからブラックアウトやから俺も生還できるけどな。それこそ雪山のホワイトアウトやったらもう帰ってこられへん可能性ある。そんなホワイトアウトならないでしょ。うん、ローション使える子はローション使って最初手こきしてローション拭き取るふりしてやるとかっていう手もあるんでしょうけど、いろいろ考えた末も結局ね、それ冷める行為にもなるんで、いきなりバーンと出してきてフェラチオしてよって言ったパターンでしょ、これ多分。まさやな。うん、
こちら、これ、テンガエッグウェイビー2を差し上げます。はい。はい、続きまして、東京都の、いちごパンツくんの君聞かんり甘いねん。今度会社の友人が家に遊びに来ます、うん。そこには女性もいます。しかし先日お気に入りの風俗のスタンプカード、もうすぐスタンプが溜まるものをなくしてしまいました。見つからないショックと友人が来たタイミングでどこから出てきてなんて言い訳しようかと焦っています、うん。これは危機管理が甘いからでしょうかということですね。うんうん、これも非常にいろいろ考えました、うん。危機管理甘いです。もうね、これやっぱりどっかに置いとかなあかんっていうのはもう、固定の位置を決めなきゃいけないってあるんですけど、まあ財布とかに入れとくと、まあこう財布見してやとか言われた時にこれが出てきて恥ずかしいとかいうのもあるんですけど、僕はね、この、男性風俗に行ってるスタンプカードをこうポンと置いたりしてるっていうところを見ると、まあパートナーというか彼女は今いないのかなと推測されます。そうなってくると僕は、まあ独身の時で、そういうなんかちょっと怪しいものとかは結構ね、あの僕はあのポストに入れてたんですよ。郵便ポストに入れてたんですよ。ポストに入れてたら別にそれは別に誰かが触るわけでもなし、人があんまり触ることがないので鍵もかかってるので、そこに入れてたら、安心なんじゃないかなと思いますんで、この、キャバクラの名刺とかね、この風俗のこのスタンプカードとかポストに入れるのが危機管理ができてるんじゃないでしょうか。皆さんはいかがですか。どうでしょうかね。はいはいはい、こんなスタンプカードどこに置きますっていう話ですよね。財布の中で影響な。財布の中で、うん、それは財布の中ですよ。ああ、例えばラブホのカード、うんうん、これはどこに置くか。財布の中。あ、財布の中。パートナーが来た時にそこ見してって言われたらちょっと気まずい。財布見してっていう。ないですか。ないな。だからこの方も別に財布でいいってことですか。財布でいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。なるほど、うん、だからポストの方がなんか危機管理は甘そうやな、うん。だって再びそこを訪ねた時に忘れてしまうってことがあるわけやんか、うん、財布に入れてるって決めてたらもう、うん、あーはーはーはー、スタンプもらう時に、なるほどなるほど、うん、はいはい、まあどちらを選ぶかはリスナーの皆さんご判断、あなた次第、あなた次第ということでございます、はい、こちらの方には天がエッグボクシーを差し上げます、うん、さあどんどん切っていきます。神奈川県のやっちゃい西さんの君聞かんり甘いね。私は女性の歌声に興奮するので、みんなでカラオケに行った時にチンコが抑えられなくなります。エッチをした時に女の子から初めて喘ぎ声を聞く時めっちゃ興奮しますが、それと同じ感覚で普段喋っていない声の高さで裏声とかがその声のパートにあったらもう射精しそうになります。これは危機管理が甘いからでしょうか。これはもう分からんでもないな。これ喘ぎ声初めて聞いた時にうわこんな喘ぎ声なんやは分かるんですけどね、うん、カラオケで裏声で、カラオケで裏声というか、あ、こんな歌声やねんっていう人おるやん。あ、いますね。喋、うん、ってる時と全然違う声やねんなっていう。めっちゃ高い声出すんやとか。うん、これフェチってことっすよね、もうこれ。まあそうやね。でもちょっとわかる俺これは。あ、ほんまですか。うん、いやカラオケ行ってる時大体勃起してるけどね。あ、でもまあでもちょっと薄暗い雰囲気と、うん、女の子とまだしてない女の子とかカラオケで大体勃起してるけどな、まあ、その時点で勃起材料は十分ありますもんね。うん、の首筋とか、うん、なんかわーってこう声出してる時のこの大きな口とか見たら、うんうん、まあ、だからすでに関係性出来上がってることカラオケ行くことほど世の中で無駄なことって言っちゃいますか小林さん。そんな何が楽しいねんと。うわ、女の中で流行ってる歌聞いて、うん、小林さん行きます。男っすね小林さん。男気一本でやらせてもらってます。男気一本っすね、うん、いやこれは結構女性からしたら、うん、衝撃やと思うけどな。はい、そうやったんと。女の子は目が点になってると思います。目点になってると思う。嫌やったんやっていう、嫌、うん、やったというか、まあ歌が好きな男の子もいるんですけど、まあね、そういう子は別なんですけどね、うん、いや素晴らしい意見やと思います。危機管理甘いですか。でもこれね、僕は俺の危機管理ちょっと甘いですか。こういうこのこんな時代にこんなこと、これは正直甘いです。今の時代こんなの言うとそれはいろんなクレーム来ますよ。はい、簡単にネットニュースになりますもんね。女性の敵や、はい、いや好きで行ってる男の子もおると、はいはい、私の彼氏は歌が好きで一緒に行ってる、はいはい、こんなバンバン来ます。別にお前に聞かすために行ってるわけじゃない。行ってるわけちゃうぞと。とか、これは危機管理が、うん。誰もお前なんかと行くかとか。はい、うん、そういうね、うん、はい。
誰があんたと行くって言ったっていう、うん、私は好きな人と行きたいね。聞かね、甘いです。甘いっすね、これは。めちゃくちゃ甘いです。うん、はい、こちらの方には、天がオリジナルコンドームを差し上げます。まだあります。はい、神奈川県のアクセルライダーさんの君聞きかに甘いねん。僕はいつも寝る前に決まってオナニーをするのですが、うん、射精後ローションでベタベタになったチンゴをトイレットペーパーで拭くので、うん、気筒にトイレットペーパーが貼り付いてしまいます。そしてそのまま次の日過ごすので、トイレでチンコを出すためにペーパーが貼り付いて白いサナギみたいになった気筒が出てきて、うん、毎回びっくりします。周りの人に見られるのはさすがに恥ずかしいので、ションベンをしながら指の爪で少しずつ剥がす作業をしています。痛いやあれ、痛いやつ。トイレのたびにこんな面倒なことをしている僕は君聞き管理が甘いのでしょうか。マジで甘い。いやこれはだからもう甘いですよ。甘い。普通のティッシュに変えたらええやんってだけなんで、これ普通のティッシュにやっぱ、あティッシュでもつくよ。つきますけど、トイレットペーパーの方がつくじゃないですか、これ。トイレットペーパーの方が余計つくか。いやいやいや、俺はだからあの、あれ、これでもシート、あメンズシートです。ああ、あれ完璧やから。VIO。これ完璧ですね。これ完璧やから。そうか、僕のアドバイスも管理が甘かったというお前甘いよ。ああ、なるほど。うん、天賀さんの商品をプレゼントするという役割にいながら、はい、これが頭の片隅にも浮かんでない、これは聞きかね甘いです。落とし合いじゃないですか。いやこれは聞きかね甘いでしょ。これがスッと出てこないのは何も言わずにこれプレゼントでもう済んだ話です、まあね、コメントなしでそれプレゼントでよかったな、はい、ゆずにやったやつ、それめっちゃかっこいいな、うん、ゆずにやったやつ、いやあいつは全部天賀エッグばっかりしてたからエッグシャイニーっていうか、確か読み上げてすぐこの方には VIO メンズシート、これ渋いな。ああなるほどね。ああそうか、今の僕ちょっとおしゃれじゃなかったですね。おしゃれじゃないというかもう危機管理甘い、はい、仕事としてって言うんですね。仕事ができてないですね。申し訳ないです、一回やらせてもらっていいですか、最後だけ。それ一遍聞いてみます、それちょっと、はい、スマートにできるか、うん、トイレのたびにこんな面倒なことをしている僕は危機管理が甘いのでしょうかということで、この方には天下 VIO メンズシート差し上げます。いや今もう面倒なことという、なんでこんなところでっていうところで噛んだから噛むかこれ面倒なこともうこれ言わなあかんって、うん、この天下 VIO メンズシート絶対噛んだあかんって思いすぎてちゃうとこで噛んだ、ね、スマートじゃないってことですね、うん、うん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 なるほど、こちらの方はねちょっととりあえず天が VIO メンズシート使って一回、また投稿してきてください。どんだけ、これがつかないか困らないかというね。いやこれほんま使わへんからね。これほんま使わないです、はい、僕もこれも使ってますし女性用のも使ってますね、はい、ぜひお楽しみください。さあ以上ということになります。はい、君聞き管理甘いねんへのメッセージの受付はFM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。さあ今夜は明かりにまつわる曲をお届けしています。続いてこのナンバー、はい、堺正明で街の明かり。天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天ガチャ屋天ガ歌。さあこのコーナーでは天ガチャやリスナーからの天ガを絡めた替え歌メッセージを紹介します。メッセージが紹介された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。楽しみ、はい、はい、では行きましょうか。はい、広島県シャオロン、はい、前川よこキューティーハニーの天ガ歌、うん、リンゴにはまった女の子、お首がぶっとい女の子、こっちを向いてよ稲田、だって小葉さんなんで言い張りますのお願い兄さんかばってください、夜中に LINE を送っちゃうから、稲田稲田稲田美希怖いわ、ベニーショガー。いやすごいな、うん、だよね。いやこれを言ったらまたこれ怒るで稲田。怒るよこれ、怒るよ、首ぶっ、私あんなこと言うてませんし、首そんな太いですか。いやこれは怒りますよ稲田よ、こんなこのラジオで首ぶっといとか言ってるの、めちゃくちゃこれもすぐキャッチしますからね、稲田は情報収集能力にも長けてる、長けてるんですよ、ほんですぐ、ね、じゃあ兄さん、うん、あれ聞きましたよ、これどういうことですかあれ、
何なんすか、あ、誰先導ですか、小林さん先導ですか、はい、あれ小林さんが言ったんですか、なんでかばってくれないですか、どうかばうねん、何をどうかばうねん、いや首そんな太くないっすけどねとか、めちゃくちゃ思んないやつやん、そんな小林さん太くないっすよ、いやだとかって、何がおもろい、恐ろしいわほんま、そうですね、かばってくれてない、さあ、こちらの方には天が VIO メンズシートを差し上げます。岡山県ガガガウルフ、フィンガー5恋のダイヤル6900の天外歌。明日はザ・セカンドだから、やばい最後のチャンスだよ、ハゲのテカリを抑えつつ林漫才始めたよ、みんな生えすぎちゃいます、お先にハゲます、わお、ハゲ嫁さん好き、競馬も好き、再婚できちゃって嬉しい、相方も天狗だけどくすぶってる、みんな夢ある、キンキンキキンモーキンキキンルイ、キンキンキキンモーキンキルイ、キンキンキキンモーキンキキンルイ、キンキンキキンモーキンキルイ、わお、よう言えましたね、いや素晴らしいですね、これモーキンルイ、これモーキンルイ言うてんのは小馬さんだけ、俺だけやからな、小馬さんだけなんですよ、意外とその表現、メガネのフレームの外側から目飛び出してるからな、切れ長の、うん、スーッと言ってますもんね、うん、確かにね、哲夫さんはそれを竜って言ってますね、竜みたいな、まあまあそういうことだよね、うん、系統で言うとね、うん、すごいですね、こちらの方には、テンガオリジナルバキュームカップを差し上げます、うん、続きまして兵庫県鬼坂みが中島みゆき地上の星のテンガ歌。胸に出してしもた、顔ではなく胸に、首も越えず言った、ゴムを外して間もなく、ド S の高乗り、締めはガンシャ一本、自慢どこにいた、顔に届くこともなく、前に行った場所、女は覚えてない、それでも俺は悔いが残る、男優よ画面の向こうから教えてよ、うまい感謝よ、男優よ、うまい感謝に教科書はあるのだろう。超対策や、うん、舐めてますね、これはすごい対策、舐めてるな、え、いやいや、どうしたんですか、僕のが、え、うん、写生が顔に届いてないって言ってるんですか、うん、はい、マジで舐めてますね見たことあんのかと、いやいや、僕ほんま眼車すごいっすよ、眼車めっちゃうまいっすよ、顎とかにもかからんぐらいバーンと行きますからね、僕、はい、それ一本で行かしてもらってるもん、眼車一本で、眼車一本なめんなよほんま、うん、これ勢いがないように言われてるけど、はい、怒ってんの、なめんなマジで、えらい怒ってる、はい、こんな投稿してきたら怒りますからね、眼車一本でやってるんで、そんなん言われたら、はい、一番怒る、一番怒るよ、激凛や、激凛、首にも届いてない言うてな、うん、いや、なめんなおい勢いこちらの方では天がオリジナルバキュームカップソフトを差し上げます。これは最後ですね、広島県シャオロン、斎藤由貴卒業の天外歌あーあーオール雑で受けないとジャスベレ芸人と言われそう、でも小葉さんとすれ違った時に涙が出てた、周平なの、切ないですね、うん、切ないっす、うん、これ好きな曲やねんな、この曲、いやだから、うん、泣いてたやめてほしいな、泣いてたやな、泣いてないけどな、うん、泣いてた、泣いてないけどな、やけど小葉さんがほんま天使のようにも見えましたね、なんかいろんな悪魔にも見えたし天使にも見えたし、うん、あんなタイミングで会うことないもんな、そうやねん、でも小葉さんがやっぱそこで現れんねやと思って、いや俺でも人生で初めてよ、ほんま道のど真ん中にチャリンコ止めたやつ見たの
もう行かれてんのかな、ましてや芸人がね。そう、はい、もう目合った瞬間にもう全部見透かされたような気になって、もう早く言わなと思って、うん、もう歩きながらコバさんも大津で滑りましたって言いながら言いながら歩いて、なんでそんな報告すんで泣いてな、はい、いや泣いてないですけど、ね、泣いてるよそれ、泣いてないけどな以上です、はい、ぶちゃん方にはイロハプチプラモを差し上げます。番組では天外歌を募集しています。天外を絡めた替え歌メッセージのエントリーは FM 大阪のリクエストホームから天外茶屋を選んで送ってきてください。天外プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天外茶屋、どこにでもある恋の話なんやこれ。いやあったのよ今回、僕らは初かな、ね、めっちゃポップな、はい、ハートフルなかもしれないです。このコーナーではリスナーの皆さんのどこにでもある恋の話を紹介します。いや確かな、俺がなんか男女二人見たのよ、はい、はいはいはい、あそのいい光景をなんかいい光景見たことをオープニング喋って、はい、募集してみようかってなったら、はい、めちゃくちゃ応募来て、はい、あこっちなのねってなった、なるほど、そんな経緯やったような、ね、かすかな、しばらくは結構やってはったんですか。いやなんか悔しいからあんまりやらんかったなるほどね、うん、人のいい話ってことですね。人のいい話悔しいやん、はい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 、うん、ここに来てこれはでもいいかもしれないですね、はい。まずは、神奈川県のジャムおじさん得意のイラマチオのどこにでもある恋の話、うん、先日 SNS で10年以上前に好きだった女の子を見かけました。当時と変わらず可愛さは健在で、それから数日してからそんな女の子が夢に出てきました。好きになってしまったのかもしれません。また夢に出てきてほしいなと思っている自分がいます。こんなコーナーあんねや、こんなコーナーないやんガチャで、これもう全部ボケになりますよ。すごいな、これめちゃくちゃ怖いけど俺逆に、え死刑囚の手記みたいな文、ああ怖いで、これ、ね、これ怖いっすね、相手からしたら、うん、ね、うん、なんかストーカーとかのなんかね、まあまあまあ、確かにそういう感じもありますね。それで逆になんかこれは汚していくんですね小葉さんがいい話いやええー、のはええなって言うよもちろん、わかりました、うん。こちらの方には天がエッグブラッシュを差し上げます。さあ続きまして、こんな、ね、神奈川県のコロッケさんが着る T シャツのどこにでもある恋の話。私はいつも荷物を配達してくれる佐川男子に恋をしました。ある日韓国のお酢を届けてもらった際に、いつもありがとうございます、これ美味しいですよねと言ってもらって、そこから自然と彼が来るのが楽しみになり、必ず時間指定の時には帰るようにしてワクワクしています。恋をしました。これ結構多いでしょ。これあるんですかね。いや言うたら宅配の人好きっていう女の子多いやん。僕が聞いたのはヘップに働いてる、うん、ショップ店員のことコンパしたことあったんですよ、うん、その時にかっこいい人誰みたいな話の時に、うん、最近そう佐川とかで運びに来るショップなんで来るじゃないですか、荷物で。それと付き合ってる子いるとか、まあ基本たくましいし日焼けしてるしな、うん、確かにそうですね、チャキチャキしてるし、チャキチャキしてるし、これ多いと思うし、俺も自分のとこよく来てくれるおっちゃんおんねんけど、うん、はい、その人来たらホッとするもんねやっぱり、あーいつもの人やった、いつもの人やった、ね、あれいつもの人ちゃうってなるもん、はい、なります、ね、なります、じゃない時わかりますわ、はいはい、わかりますわ、ちょっとなんか友情みたいな芽生えてきますもんね、なんとね、下で声かけてくれるような、はい、あ、小林さん どうします、これロッカー入れときますみたいな、はいはいはい、下でばったり会った時とかなんかわかりますね、確かにつながり出てくるね。そうなんです、僕ね、うん、エアポッツを一個なくしたんですよ、部屋に上がったら、うん、なくて、うわなくなったって部屋バーッと探してもなくて、うん、でそっから3日後ぐらいに、うん、マンションの下のこの張り紙みたいな掲示板があるじゃないですか、ああ落としもんですみたいな、落としもんですって言って、うん、置き手紙みたいな書いてくれて、うん、貼ってて、うん、でそのまま置いとったら危ないんで向かいの工場に届けましたみたいな、うん、だからわざわざ忙しいじゃないですか今、こう置き配とかなんかその時間指定とかあるし、うん、そんな中にわざわざ工場に行って届けててくれて、うん、それを書いてくれてっていうのをやった時に佐川さんめっちゃ感動しましたね僕、うん、最近ニュースでもよくね隠しカメラに映った無礼な、ね、はい、配達員とかのニュースになるけど、はいはい、多くの人は俺みたいに好きやと思うけどな。確かに確かに、でもそうですね、うん、確かにほとんどの人はそうですよね。そう、俺だから本当に、まあ、さっきも言ったけどそのおっちゃん来た時すごい安心感あるし、わかります、うん、なんか俺が受け取れんのが
ちょっとね、こっちの不備で続いてしまった時、ほんとそのおっちゃんのこと思い浮かべて申し訳ないな、思う。申し訳ないって思いますね、あれね。思いも持ってきてもらって、不在の時ね。うん。配達員の人にいい話のコーナーに変えるかもしれない。めっちゃ狭いな。狭い狭い。こちらの方には、いろはプチプラムを差し上げます。続きまして、神奈川県のデビュー戦反則負けの、どこにでもある恋の話。20年ぶりの同窓会であった当時大好きだった女の子が40歳手前になり、昔より明らかにふくよかになっていましたが、話してみると20年という日々の一瞬で埋めれるくらいドキドキして、やっぱり心の奥底ではまだ恋してるんだなぁと思いました。いや、まあ結局これやからね。だから女が同窓会行く言うたら、もうその日別れなあかんからね。はい、その日別れな、彼女や奥さんが同窓会行きますって言ったら 100% こういうことあるから。うわー、 100% ですか。 200% はー、ねえ、まあそれが別にいいっちゃでいいけど、はいはい、あの人に取られるの絶対嫌やって言うとか、もうその日同窓会行くことになったっていう日で別れな無理よ。うわー、絶対にあるから。これ深いこと言うてますね。もういや、これ絶対やから。はいはい、うん、そうなんだ。何かしらね、何かしら絶対にある。でもこれ20年ぶりの同窓会であって40手前になるって、今僕の年齢ですね、ほんまに、うん、これでも確かにそう思ったりするんかな、うんうん、結局変わっててもやっぱり、まあ、ぶっちゃけて話してくれ、はい、2人とも家庭あるけど、はい、まあ、同窓会例えばあるとして、はい、行った時に、はい、あの子は久々に会えて、なんかそういう感じだったら、まあまあ1回ぐらいええかって、まあ、ぶっちゃけ思うよ。はい、僕は一回その経験があります。むしろ、ああ、同窓会で会ってそのままホテルに行ったっていう経験があります、うん、はい、だからもうあの絶対にあんねん、これ同窓会行くやつで男女問わず、はい、概ねセックスレスなってるやつらやから、うん、これあの誰もデータ出してへんけど、はい、出したら必ず出る。 97% セックスレスなやつやから。こんなごまさん同窓会行くやつ、そんないいですか、そんなこと言って。いや、同窓会行ってるやつ 97% セックスレスやから、マジで。これ行ったことないもん、同窓会。これ行ったらそんなこと起こると思うし。なるほど、うん、これはもう説検証して、説のところが検証したら検証できんやね、もう。ああ、まあまあ、そうですね。これはだからもう昭和50年ぐらいから検証してほしいし。ああ、はい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 、統計出すために。はい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 、うん、だからもうムラムラしていってる状態ではあると。ムラムラしてるやろな、うん、だからもうそんなんもええかって思って、うん、もうそんな年ちゃうしって言ったら、はい、焼きぼっきに火がつくっていう。なるほど。あの逆に油断してる方が、見た目は変わったけど、なんかあの時の空気のまま喋れてるみたいな。うわ、まあ嫁にもほな行かさん方がええってことですね。こんな、いや、別にあのそれで興奮する人もおるやろうし、いやいや、セックスレスの場合そう思う人もおるやん、はいはい、俺がもう手も出してあげないから、はい、もう言ってくれ、俺の知らんとこで遊んどいてくれるんやったらいいよと、はいはい、男女とも多分あると思うね、これ、はい、それなら同窓会絶対行った方がいいし。なるほど。それ許せないという人はもうその場でも離婚してください。行くか行かんかどうしようか迷ってんねんけどって言った時点で離婚ですよ。それだったらもう悩んだ時点でごめん離婚って極端すぎて。いや、ずっと聞いてたけど、半端にやるから変なことなんねん、みんなズル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 、スパッスパッ。ああ、こうさったらもうそれ悩んでたらお前もう分かるよ。いや、俺は興奮するから行ってこいって。なんか レコーダーみたいなスッとカバンに入れて、はい、それで興奮しようとする。あとあとおかずを、そう、うん。こちらの方には、天がオリジナルコンドームを差し上げますということで、どこにでもある恋の話へのメッセージは FM 大阪のリクエストホームから天がちゃを選んで送ってきてください。楽しいですね、このコーナー。いや、このコーナー、いや、こういうコーナーじゃなかった、ほんまにへえっていうコーナー、はい、ああ、そういうことだったんだ。今日はなんか、はい、熱が、熱というか、はい、投稿してきてるやつがおかしい。ああ危機管理甘すぎる。あ、甘すぎですね。天がプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天がちゃや、この番組は天下の提供でお送りしました。深夜1時30分から剣道小林とスルタライブ周平魂と高典がお送りしてきました、天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋。それではメッセージを紹介したいと思います。神奈川県のあっち向いて健太さんからです。先日うちの会社に
中途採用で紀藤さん、はい、鬼に頭と書いて、はい、紀藤さんという男の人が入ってきました。名前に鬼が入っていて勝手に怖いのかと思っていたらその真逆で、雰囲気は柔らかいそのものでみんなで安心しました、その時名前の印象で思い出してしまったのですが、ツートライブのお二人がジャスベリした時もこんなネタだったなと思ってたら鳥肌が立ってすごく残念というか悲しい気持ちになりました。二人が漫才で挽回できる、イベントはないでしょうか。天ヶ茶屋のイベントで見てみたいです。またぜひやってください、よろしくお願いします、ということで。そんなネタやったんや。なんか名前で勝手に決めつけるみたいな、龍崎海人って言って、それズボンブーツインしとんなみたいな、こう、イメージネタやったんですけど、小崎力也みたいな、タトゥー入れとんなみたいな、そういうネタ。そうか、でそういう覚えたはんの、イメージをこう、いやお前のイメージじゃない、勝手なイメージじゃないかって言いながら、それをエロにこう、エロのイメージもしていくっていうところでダダ滑りですよね、ただ滑り、ジャスベリ。はい、はいはい、またイベントね、もしあればぜひ来てください、ということで。ぶちかまさなあかんのでね。はい、もうそれこそね、その次のイベントでは挽回したいと思います。はい、はい、こちらの方には天がエッグスフィアを差し上げます。番組ではメッセージを募集しています。マナのケンコバさんのが欲しいの。天が歌、天がギリギリ大喜利、大喜利のお題は。桜マナが加藤隆と距離を取ったなぜとなっております、はいはい、下ネタ浄化計画浄化ワードは手こきとなっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天ガチャを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天ガをプレゼントいたします、天ガチャの公式 X そして Instagram も展開しています、ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信します。今日の放送分は来週月曜日配信予定です、パソコンスマートフォンからチェックしてください。さあ、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会いだけの小林とツートライブ高典と周平魂でした。さよなら。